ローアーマンハッタンミッドタウンマンハッタンバークレーカレッジはビジネス関連学科を中心とした男女共学の私立大学。学士号と純学士号のプログラムがある。設立は1931年。ニューヨーク州、ニュージャージー州の7カ所にキャンパスが存在するほか、インターネットを利用した授業も行っている。本校はニューヨーク市マンハッタンの中心部。 グランドセントラルステーションのすぐ近く、設立から74年の歴史を持つ、ファッションマーケティング学科と国際ビジネス学科が有名。カリキュラムは1年を全期後期の2期に分ける、セメスター制ではなく3ヶ月ごとのクォーター制となっている。クォーター間の休暇は1週間ほど。学生は勉強をつけの日々となるが、 ビジネスメジャーであることやインターンシップ制度などが充実していることから就職率は非常に高い。インターンシップ先にそのまま就職する学生の比率は8割を超え、卒業生の就職率は9割を超える。また近年は学生のレベルも高まり、名門大学の MBA に進学する者も,も増えている。学生数は約7000人。うち留学生は1割を占める。 キャンパス所在地、ありがとうございます。